川端雅人が前、そして斉藤大吾が後ろから追い上げる。先ほどはオーバーテイク取りを見せた。さあ今度はどういうことになりますか。川端が見えてきてぴったりと斉藤大吾。うわ、とんでもない状態で2台が大クラッシュをしてしまいました。いやー、ここまで激しいクラッシュは初めてだ、ね、過去の D1 グランプリではありません。もう両者ギリギリのバトル。これはギリギリだね。さし、ここでちょっと戻っちゃったんですね。斉藤大吾が戻って、遠赤に乗って、この状態はもう飛び込み今182キロでしたからね。うん。